名古屋市立上田中学校は、名古屋市天白区、上田本町一丁目にある、公立中学校である。通称は、食中。名古屋市のマンモス校であり、付近の川を境に、他の中学校との学区が分かれているため、場合によっては、自宅の目の前に中学校があるにもかかわらず、坂を登って上田中学校まで通学しなければ、ならないことがある。 名古屋市立天白中学校から分離開校された。その後改修を繰り返し、現在は閣議場、二つのクラブハウス、ランチルーム、グリーンサンドの運動場、観察地、心の教室などが整備されており、2014年には各教室にエアコンが設置された。また、社会奉仕活動も積極的に実施しており、赤い羽根募金、 エコキャップベルマークインクカートリッジ集めを行い、2013年には台風の被害を受けたフィリピンへ寄付された。東日本大震災で被害を受けたい木岸立上田中学校には生徒一人一人のメッセージを書いた希望の虹という旗を送り、虹の架け橋プロジェクトとして岩木市立上田中学校からも被害の大きかった周辺4校に旗が送られた。 その後もテレビ会議などを行い交流を続けている。部活動では、吹奏楽部が東京ディズニーランドなどでパレードを行い、マーチングコンテストでは何度も金賞を受賞する強豪校である。愛知県小中学校市によると、生徒数の変遷は以下の通りである。名古屋市立上田小学校、名古屋市立上田南小学校、名古屋市立上田北小学校、 名古屋市立上田東小学校の各学、ありがとうございます。